リメンバランスデーの募金活動援助行動とは他人を助ける行動を言う。援助行動は他者が困難に陥っている場合に自らの多少の犠牲を覚悟した上でその他者を助ける行動である。仮に恩を売る目的や相手の印象を良くして最終的に自分の利益を得ようとする目的があったとしてもその行動自体が他者の助けになるならばそれも援助行動に含まれて 理解される。また社会的なルールに従って行われる。援助行動は高社会的行動と呼ばれる。援助者の役割は多くの場合ジェンダーロールによって左右される。身体活動を要する突発事故などの緊急場面に率先して介入するのは往々にして男性であり、心の支えや情緒的支援を要する状況には女性が介入する場合が多い。男性は 同性よりも女性を優先して援助する傾向があるが、女性はジェンダーに関係なく平等に援助する傾向がある。また、人は年齢や人種、文化的特性などが自分と類似した人間や自分の所属する内集団の構成員を優先的に援助する傾向がある。社会心理学の高木治は人が援助行動を取る動機となるものについて以下の要素を挙げている。 他に援助意志を高めるようなプライミングを受けた直後には援助行動に積極的になる傾向がある。進化生物学では高社会行動の動機として種の遺伝子の生存を高めるために共有する遺伝子を持つモノ血縁者に対して利他的に振る舞える遺伝子が自然選択された結果血縁者以外の隣人にも何らかの共通項を見出して 利他的に振る舞うようになったという血縁選択説を提案している。逆に、人を助けない決定をする動機として以下の要素が挙げられる。心理学者のジョン・ダーリーとダニエル・パトソンは、援助意志を妨げる状況要素として、援助者にもともと課せられていた時間的な制約に着目した。前期サマリア人の例えで言えば、雪き倒れた旅人を見捨てた妻子とレビ人は、 多くの社会的責任を持つ時間に余裕のない階級であり、サマリア人は前者に比べて貧しいが、時間に余裕があったがゆえに旅人を助けることができた、とも言える。人々はストレスを受けた時に自分のことに集中する傾向があるが、最近の調査では他者を助けることが、ストレスの悪影響を大幅に減少させる可能性があることが示されている。これは、 ホルモンオキシトシンの高ストレス効果の保護によると考えられている。別の研究では他人を助けることで自分もより長く生きられる可能性があることを示している。援助行動は人間以外でも社会性を持った動物の生活の中で観察される行動であり、多くの場合血縁で形成されたグループの中で発揮される。例えばゾウの子供が捕食者に狙われた場合、 大人の像が周囲を囲んで子供を防衛する。また、こちどりの親は地上に作った巣が侵入者に狙われると負傷した状態を演じて侵入者の注意を自分に向けさせて巣を守る。フランス・ズヴバールによれば、動物の利他的行動は自己の認知と他者の認知の二つの認知を持ち、かつ相手の立場に立った理解と相手を積極的に助けるという行動が伴った。 時に出現するという。実際に、非血縁者間の協力や援助行動は、チンパンジーやイルカなどの高等な知能を持った動物に多く見られる現象だが、ラットを使った実験でも、血縁のないラット同士での援助行動が報告されている。ありがとうございます。